夜や、真ん中やな。お前が動け。ご褒美言ってましたね、ずっと。つけてる時期、なんか日程表書いてたんですけど、予定表、今日やることみたいな。ほほみの予定って言って。自分のことを、ほほみやと信じ込んでた。信じて、今もまだ信じてんねんけど。ほほみやと思って、自分のこと。ちょっと。違う。これ自分のんじゃなかった？違う。自分のんじゃないか。自分でスタイルブック出したと思ってる？うん。すいません。なんかさ、そういう髪型みたいになってない？なんかカツラみたいな、うん、あ、もちもちの木のさ、お化けが来るさ、木やで、ね、こうやって垂れてるやつ、うん、あれみたいなさ、そう、もちもちの木でいいあ、そうだ、あーこっち、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 これ、これだよ、なんか、なんか、これ、ほんまになんか耳ついてちょっと TikTok も今日40本撮るからどうしたよ、お前鼻切れすぎるやろ。ちょっと巻いて、太っ。褒められると思って顔綺麗って言われると思って近づいたら太っバレ顔でかい。こいつデブやった、忘れてた、危ねえ。綺麗やなと思って近づいてな、見ようと思ったら太いよかったな。うん、危ない、もうこいつ相方デブやった、忘れてた子やった、危ない。しがらき、トーン急なしがらきやこいつは持ってやすいのか急なしがらき。僕たちの顔を見てくださった方どうですけど、うん、めちゃくちゃ傷ついてますさっきも言ったんですけど、あのアンチに悩んでて、僕たちもまあ、悩んでない人が左にいます。僕だけでした、悩んでたのは失礼しました、語弊がありました。語弊があるな、僕たちではなく僕です、悩んでたの。語弊があったわ、それは謝らない。アンチに悩んでる時は僕はさすがにゴロンと転べませんギリギリ喋ようと思ったゴロンって言っちゃいましたか。ああ、いいですね、アンチに悩んでない感じが素晴らしいかと思われますはい、話せでね、最近この世の中、なんかあれなんじゃないかなと思います。なんかインフルエンサーやからアンチは仕方ないんじゃないか。とかね。そんなにアンチが怖いなら YouTube、インフルエンサーをやめてしまえだとか。まあ多少の覚悟は必要だよね。YouTuber のアンチが来る覚悟ぐらいして仕事をしろと。そういった意見が多いのではないかなと、僕は最近思ってます。僕はそうではないと。はい、笑うな。真剣長いやんけ、お前。ちゃうや、真剣やから、そんなんちゃうやんけ。お前、真剣な顔してみるよ。うわでね、まあ。やめてください。魔王の笑いがだよね、急に。はい、すいません。上電音。上電音あ、冗談は、あっちのタンスの方にしまっておきたいと思います。ちょっと出してきて、はい、じゃあ冗談はあっちの方の頭の…インフルエンサーももちろん一人の、人間ですし、もちろんならみんなと変わりません。ただ、少し世間の目に触れる機会が多い一般人だと思ってください。で、アンチっていうのはもちろん何をしててもついてきますし、アンチがゼロ人っていう人もいないでしょう。けど、もちろん傷つきやすい人もいますし、覚悟を持って白だとか言うことは間違ってて、アンチすること自体が絶対間違ってるので。いや、指摘となアンチはちゃうもん。もちろん違いますのでね、うん、違うので、絶対にそういうこと言わないようにね。これ聞いた人なんやもん、ふーんと思ってるかもしれませんけども、インフルエンサーの方々は皆さんが思ってる87万倍傷ついてます。なので、めっちゃ傷ついてる、めっちゃ傷ついてます。なので、絶対にもうしないようにお願いしますね。けども、まあ本題に入ると、アンチが来てて、めちゃくちゃ減ったんですけど、なんか1年間連続で僕たちにアンチを送り続けてきてる人がいて、すごいメンタルに来てて、僕と1年ね。で、こいついつまで送るのかなと思ったら、8月28日で1年が経ちました。でね、その人に直接どんな気持ちでアンチを送ってきてたのか、直接電話して聞きたいなと思います。
毎日僕たちにどんなメッセアンチを送ってきたか、もう一旦みんなに見せたいと思います。見ていただけたら分かると思うんですけど、毎日うんちとうんちうんちずっそいでほんまに毎朝来てて、毎朝、でもだいたい7時とかほんまに朝やな、お昼の時もありますね。朝5時の時もある。早起きしてはるわ、早起き、3月1日早起きさ、1年間僕にこうやってあん、うんちと1年前ね、2人ともにずっとうんち、うんちって毎朝、はい、で、まあ僕はまあこれで精神が病んじゃってね、うん、うんちと大丈夫か、うんちで病んでたんか、はい、やっぱ1年間でも耐えれるかなと思ったんですけど耐えれなくてね、大丈夫か、あの普通のシネとかのあのアンチを一石三鳥、うんちをさすがに、うん、言っていいことあかんことだね。あとやっていい回数でやったらあかん回数365日やもん、はい、じゃあ一旦ちょっとね返信変えてきたらまたカメラつけたいと思います。それでは残り5分なのでバーイ。あ、あは、あ連絡返ってきたんで電話します。いくれあ、こんにちは。こんばんは。え、あのはじめまして。はじめまして。1年おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。1年が毎朝起きてから送ってた感じなんですかね。そうですね、起きてすぐ。だからなんかこの人は今日早起きなんやなとか分かってましたよ。あ、ありがとうございます。なんかこの1年一緒に過ごした感じがしました。え、サッカー部ですか、ちなみに。あ、サッカー部です。あ、そうなんですね。高校生ですか。はい、高校生。え、それなんか、やらかして坊主にしたわけじゃないですよね。あ、坊主、坊主が、みんな坊主や。サッカーで坊主って珍しいですね。はい、みんなでなんかノリでやろうって。そうなんや。僕たちの夜の人の動画とか見てくれてるんですか。もちろん見てます、僕は。あ、他の坊主たちは見てない。いや、もちろん見てます。本当ですか。眉毛濃いし怪しいな。関係ない関係ない。え、どこに住まわれてるんですか。神奈川の。神奈川県って遠いな。うん、遠い、はい、あの徒歩2分ぐらいのところに家あったら会いに行こうかなと思ったんですけど。すいません、ちょっと遠かったですね。はい、ありがとうございました。なんかめっちゃ嬉しかったんですよ、なんか1年到達してくれて。ありがとうございました。なんでうんちなんですか。印象的なのがいいかなって思います。あー、なるほどね。うん、こうじゃなくて血が良かったよな、ね、やっぱなんか可愛かったよな。うん、可愛い。なんか次の明日の一言目ちょっと楽しみにしてます。わかりました。サッカー頑張ってね。ありがとうございます。頑張ってね。他の子も頑張って。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。いや、いい少年でしたね。うん、いい少年でした。うん、うん、今回はうんち、うんち、うんち、うんちと1年間送り続けてきたという、まあ、正味ジョークみたいなアンチでしたが、うん、まあ、これが死ねだったりだとか、うん、殺すぞだったりとかね、すごい大変な、もうすごい狂気になるような言葉を1年間発されてると、あ、もう人間もちろんめいりますし、気が、いや、ほんまにみんな多分やってたことないねん。大勢の人から DM ブワーってアンチ来たことがないから分からんねんやろうけど、うん、いつもは、うん、いつもはって、まあ、そんなに最近は全くないんだけど、うん、まあ一個来たぐらいやったら、うん、何やこいつみたいなの済むけど、まあ、何百件とか一斉にバッて死ねって、うん、送られてきて YouTube のブース死ねみたいな感じで来たら、うん、マジでやむ、ほんまに。この子かわいいね。いでみん、ほら見てみ、顎長いやろ。どこで聞こえてるからね。土木作業の時呼んだってくれ、喋るとして。これも正味アンチやんって言わな。こういうことダメですよと。こいつがアンチやったわ。うん、よくにアンチやった。まあ、今の子はね、僕もさ、正味楽しみにしてました。うん、ね、今のはね、ジョーク。うん、けど、まあ、まず、ほみちゃん、スタイルウックだし。これさ、だから、アンチはダメですよって。結局、あなたほみちゃんが、スタイルウックだし。まあね、見事に傷つかない性格でよかったです。俺傷つかんからって言って、俺60億件ぐらい来たら、ささやきづくもん。で、全人類が
全人類が俺になってる。DM に世界からやもん。世界からいろんな母国語がいろんな読まれへんやろ。あれ味方おるっけ。味方は一目してる。そうやね。だからね、お願いします。グータッチしようや。まるってシューマイみたい。ほんまにあんちゅううわっすげえこらへん腐った。サビサビの実食べた。なんて一個級の。サビサビの実。あ、お前デブデブの実やった。忘れた。ごめんごめん。あんち止まらんやん。あんちあかんよ言うてんのに。どうもありがとうございました。たい焼きん玉。何て言った途中。ありがとうございました。たい焼きん玉。たい焼きということで、ほなこの動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、あやボタン、よろしく。たまんやクソロよろしくお願い。アンチやん。じゃあお前謝れ謝れやこれ、後ろ、ぷくってなんか空気持って